こんにちは。スタッキングシェルフをご紹介します。まずは片側だけ穴の開いたガワ板を用意します。そしてガワ板にスチールパイプを回しながら入れます。仕切り板を差し込みます。仕切り板がすべて入ったら、ガワ板を1枚挟み、先ほどと同様にスチールパイプ、仕切り板を入れます。最後にガワ板で蓋をして、六角レンチでボルトを締めます。出来上がりです。横でも縦でも使えます。女性一人でも簡単に組み立てることができます。いかがでしたでしょうか。今まで組み立てしたことがない方も、ぜひチャレンジしてみてください。